はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ今回はね、こちらのプロジェクターを紹介したいと思います。さあヤーバーのプロ Y9 になります。就航スクリーン付属で 16,711 円、めちゃめちゃウルトラ安いぞってね。はい、これはねダブルクーポン適用した場合のお話になります。この動画の説明欄に Amazon のリンクと、はい、おじクーポンがありますね。両方使うとこのお値段になります。さあこのヤーバープロ Y9 は去年のモデルではね、元気なおじいが登場した時に、あ、こんなのが出たっつってね、紹介はしていたんだけども、紹介のお声がかかることは当時はなかったですね。なんだけれども、おととい新しい担当者さんが声をかけていただきました。それで、これね2023年バージョンとして中身がパワーアップしてるそうです。これね、まあ、ページにも少し書いてあるんだけども、発売当初とは違うよ、全体的に底上げしてあるよというバージョンみたいです。はい、内容を見ていきましょう。まずはね、5GB 対応の Wi-Fi、 そしてフル HD1080p リアルネイティブ解像度ということになります。で、信号は 4K の入力まで、対応しています。 Bluetooth も対応して、バックもついております。すごいね、これタッチパネルになってるんだね。これね、より鮮明な画像を楽しみましょうということで、まあ、フル HD はね、もうもはや今もスタンダードになっております。アップグレードされた Bluetooth 5.1 ね、まあ、つながりも結構早い、ね、音も、ね、あの遅延がなくね、結構4点いくつとか5.0よりは 5.1 の方がいいよね、どっちかというとね。写真は 5.2、5.3 というのがあります。はい、そして 4D プラス 4P でデジタル台形補正があります。斜めから投影する場合で、こういう台形になっちゃうのが真四角に調整することができます。はい、バックライト機能付きのね、このボタン、タッチスクリーンボタンになります。タッチでピンピン、なんかすごいちっちゃく見えるけど、これ本体がちっちゃいのか指がでっかいのかわかんないけど、これ合成して作ってるでしょこれで、なんかすごい違和感があるんだけど、こんなこの手のひらサイズに見えるんだけど、箱はそんなにちっちゃくないので、これいかにしてあるよね、この手の大きさから言ったらこんなちっちゃいよね。そんなことないからね、これね。はい、デュアルバンド対応の Wi-Fi になっております、ね。ミラリングをすることができます。はい、様々なメディアデバイスに対応しますよということで、テレビスティックとかね、そういったものをつけて、まあ、プライムビデオなんか見る方も多いんじゃないかなと思います。ね、まあ、Android 搭載のものだと、アプリで見ると 720p だったりするんだよね。画質がしょぼいんだよね。なんだけれども、まあ、スティックを挿すとちゃんとフル HD で綺麗にご覧になることができます。やっぱね HDMI はね最強です。はい、それだけでね、今回の明るさは15,000ルーメンですね、パワーアップしております。はい、でスピーカーもね、SRS ハイファイスピーカーって書いてあります。ネイティブ 1080p ね、 Bluetooth もあって超寿命ですよ、大規模保証もありますよね。まあ、こんな内容になります。はい、4K の入力サポートしてるけど、4K じゃないからね、フル HD で見れますよってことだから、まあ、勘違いしたようにしてください。で、より明るい映像として、420アンシルーメンってことで、15,000周回ルーメンで420アンシルーメンっていうと、あれ P62 が360アンシルメンだったと思うけど、とんでもなく明るくないけど、どうなんだね。15,000、さあよくわかんないけどね、まあ物見てみればわかるよね。はい、まあイメージ画像としてはこんな感じでね、表で満天の星空のところでね、プロジェクター見るっていうね、いやこんなシーンもいいよね。でもリアルだと虫に刺されてかゆいからね、気をつけようね。はい、あとはね、まあ、最大300インチ映る場所があればね、でっかく映るんだろうね。これが300インチだったら、これどんだけでっかいソファーなのよって思うけどね、うん、はい、長寿命です。なんとランプは18万時間持つそうです、ね、1日1時間見たとしたら
18万日見ることができます。1日10時間見ても1万8000日もしということになります。すごいね。はい、じゃあ実際に開けてみましょう。お尻で開けるよ。はい、それじゃあね、開封したいと思います。はい、パッケージはね、従来の入れ物と同じなんで、映像を見ると手のひらサイズっぽく見えるけど、そんなに小さいプロジェクターではありません。安心してくださいね。はい、パッケージヤーバーのプロ Y9-1080p プロジェクターとなっております。まあデザイン的にはこんな感じになっております。はい、横はこんな感じです。じゃあ開けましょうね。よ、ここがね、いいね。まだ誰も開けていないこの硬さ、よいしょ。はい、開けます。これはこうかな、ね、はい、てってれーん、ね、やばーやばー、ね、よいしょ。はい、それではね、リックサックを出します、ね、はい、これが意外と嬉しいんだよ。リックサックになってる、ほら背負うことできるからね。しかもここほら、ここのね、長さ調整できるからね。これすごいでしょ。これほんとガチンコのリックサックと同じだからね、ここのところで長さ調整ができるんです。しっかりとした作りでよ、これいいでしょね。はい、この中にプロジェクター一式入るんで、持って出かけることもできるからね。はい、じゃあ開けましょう。デデレレッテーン、テキテン、テン。はい、こんな感じ、開けるとね。で、ここにテッテレーン、はい、いろんなものが入ってますね。はい、 ここのところね。はい、まずマニュアルね、でこれマルチランゲージなので、日本語はね、一番後ろに近いところ、よいしょ、ここにあるんだね。どっからかな。お、結構長いな。ここからだ。はい、ね、こっからが日本語マニュアルになります。結構ね、濃いね。ほらほらね、プロジェクターの設置、まあ、どういう方式、あのオフセットはここでないと思うけどまあこんな感じ。おお、すげえなー、すげえな。フルカラーでお金かかってるな、やっぱ大きいところは違うね、ほんと。ヒューヒュー。はい、そしてこれがレンズ拭きですね。レンズが汚れたらキュッ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 ってね、拭くやつ、レンズクリーナーです。はい、そしてこれがね、メンテナンスキットになります。あのちょっとホコリがね、あのついたなと思ったら、あのちょっとキュッキュッキュッと本体開けて、綿棒でね、キュッ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 ってお処理することができます。はい、じゃあ肝心のね、本体の方を見ていきたいと思います。でもその前に収納スクリーンがここにないの？スクリーン付属って書いてあったけど、よいし、あった、本当だ、スクリーンついてる、収納スクリーン、本当だ。あの明るいスクリーンなの、これ。ベッドのシーツみたいなあれとは違うんだね。私初めて見た。へー、どっちが どっちが表なの、どっちが、ちょっとすげえ興味ある。ほう、こっち側かな、こっち側かな、こっち側かな。裏側が間ね、多分ね、こっち側ではない。でもこっち側かな、どっち側だ。ちょっとこれね、明るく見えるやつだよ、これ。これ収納スクリーンだから、いや、これ使ってみよう。めっちゃめちゃ興味あるんだ、これ。これね、へえ、収納スクリーンついてる、嬉しいこれ収納スクリーンのやつ結構お値段するからね。白い布のやつはほら安いんだけどさ、ね、すげえ嬉しい。はい、あとここにね、こんだけいろいろついてます。はい、これが
ね、昔のファミコンとかそういうのをつけるやつだね、これね。はい、でこれが電源です。ちゃんとジャパニーズ仕様のプラグになってます、これね。ピンとくるかなね。はい、日本のコンセントにぴったりです。そしてこれが HDMI のケーブルになりますね。そしてこれがリモコンね。頑張れリモコン、どんがらがったどんがらがあった、ぴょっといいよ。はい、太陽電池2本使いますこれね、うん、はい、もうなじみだね。ここがねボリュームコント、ちょね、ボリュームコントロールね。でこれがこれミュートじゃないの、ミュートはここなんだ、ミュートここだね。ここは再生一時停止があるんだね。ホームボタン、戻る、メニューボタン、上下左右の決定ボタンね。で SM なんかこれ設定項目だね、うん、まあここなんかあるみたいです、ボタンがね。はい、じゃあいよいよ本体いくよ。本体ね、本体拝みましょう。よいしょ。いやー緊張するなー、これね興味あったんだよ、あいなに。よいしょ。はい、こんな感じね。結構ねおしゃれデザインだよね、おしゃれデザインです。それでねちょっとおじい今回はちょっと手で持っちゃおうかな。ちょっと待って、カメラを。よいしょと。はい。これね、デザインがね、すごくこれ、白なんだよね。で、ここのところが、あの、なんか布っぽいやつ。ね。あの、去年ちょっとこう、一部のモデル、いろんなのこういうの流行ったよね。うん。で、これが、キャップ。で、このキャップが、これはねプラスチックでできております。はい、レンズ。はい、じゃあレンズチェックいこう。はい、いやばレンズね、いいの入ってるね。このグリーンでほら反射して見えるでしょね。変な安っぽいやつグリーンに反射しないからね、コーティングないからね。はい、これもちゃんとしたレンズがついてることが分かりました。レンズも大きいでしょね。手のひらサイズのプロジェクターだとあのレンズちっちゃいからね、ほんとね。うんね、あのね、よいしょ、ちょっと見てみる？手のひらサイズね、こういうね、今流行りのね、こういう手のひらサイズのプロジェクターっていうのがあるんだけど、もう全然ほら、レンズの大きさがね、全く違うからね、これね、画質に関わってきます。はい。で、上を見ると、ここがフォーカスね、ピント調整のダイヤルになります。はい、これでねピントを合わせることができます。はい、でこれがいわゆるバッタンバッタンで、縦の台形補正を物理的に15度ね、斜めの台形補正をすることができます。まあ、どこが真ん中かはわからないので、この辺かなって感じでね、セットしてみてください。はい、そしてこっちとあと反対側に、はい、通気口があります。片側から入って片側から出ていくね。で後ろね、ここにコンセントがあります。おそらくこれがねスピーカーではないかなと思います。で USB は、ね、1,2 で HDMI も2系統入力があります。1系統より2系統あった方がいいよねっていうユーザーさんは意外と少なくありません。はい、そしてこれね、これはリモコンの受光部 IR ね。で 3.5 ミリのイヤホンジャックね。そしてあのファミコンとかつけるね、これね、このファミコンとかこういうつけるこのジャックね、これはここのところにこうやって挿して使います。これ今ほとんどこのタイプが多いです。はい、でこのプロジェクターのいいところは電源も後ろにあるね。で挿すのも後ろにある。で熱い排気は横にある。だからコードがダメにならないね。あの横に この排気の横にコードつけるやつは結構ちょっと心配なんだよね、おじいはね。こういうの見るとほっとします。
はい、で後ろ見ていきましょうね。はい、で後ろ見るとまずここダイヤルをねくる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 ってやると、はい、こうやってね出すことができる。でこれ何かっていうと、こうしてはい上向きに投影するときに大活躍します。これね、これがあるとね結構便利といえば便利で、点すりで使いたい方ね、ひっくり返して使いたい場合はここのゴム足これを取ると下にあのネジ、ちゃんとねネジ切りがあるので、そこにこれねこういうやつをつけて点すりで使うことができますね。はい、それであとねここだね、注目するのはねここです。ここにねこっち側から空気を吸ってこっち側から出ます。なぜならここにフィルターがついてるからですね。はい、このようにフィルターがついています。このところでお部屋の空気を入れてね、空冷で中を冷やすんだけど、ゴミなんかはここにつけます、ね、だ定期的にこれお掃除してあげないと、こう綺麗な空気を送るためにね、ここゴミが詰まってるからね、あのちゃんと正常にね絶好調に動くためにはここメンテナンスをしっかりとしてあげてください。であとね、ここのところだね、さっきのメンテナンスキットがあったのはここのところをネジを外すと中にそのこういうね、なんかの下敷きみたいなのがかかってあるんで、そのところのホコリの掃除をすることができますね。はい、じゃあちょっとよいしょ、撮影あのゲームかなんか映したいなと思ってね、まあ、Amazon の方がいいかな。で肝心の操作なんだけど、ここねタッチパネルになってますね。ちょっとねズームしようか。はい、これがタッチ電源だね。で上下左右の決定ボタンになります。でこれはメニューなんだね、これねすごい分かりやすい。でこれは戻るボタンになります。これは何だろうね、うん、すごい分かりやすいでしょ。でおしゃれ、何よりもこのタッチパネル、タッチがとってもおしゃれ、すごくいいねこれね。見た目もコンパクトタイプだね。昔は大きかった、今はこんなにコンパクトね。で色もスーパーホワイトなんで、すごい綺麗です。めちゃめちゃ綺麗な白ですね、おしゃれです。女性なんか結構好むんじゃないかな、この白いのはね、うん、はい、じゃあ設置してきます。はい、それじゃあね、ヤーバープロ Y9 を今設置しました。でね、今ね2メーターの距離にあります。であっちはね集光スクリーン、ちょっとあのアイロンでシワ伸ばしてないけどもね、今ざっとこうテープで貼ってありますね。でいつものこっち側とねちょっと比べてみようかなと思ってます。はい、それでねよいしょと、まず最初にねじゃあ電気入れます。ちょっと見えやすいようにこれちょっとお好みにしようかなね。はい、じゃあ今ね電源を入れたのでちょっとお待ちください。はい、やばね、さあちょっと待ってね、起動までちょっとお待ちください。はい、着きましたね、こんな感じで電気消すと消灯すると、まあ、こんな感じ、全開にするとこんな感じ、18畳用ね。でお好みで半分ぐらいにするとこんな感じ、全部消すとこんな感じ、夜だとかなりね明るいんじゃないかなと思います。はい、じゃあまず最初に初期設定なんだけど、今ここねある程度フォーカスリングこう合わせてます。で横がね152あるので約70インチです。2メーターの距離で170インチとなっております。でこれバッタンバッタンがね、ここにバッタンバッタンがあるので、まあ、大体縦のこのね台形補正が15度あるので、
まあ、大体こんなもんかなっていうところに合わせてフォーカスもね合わせてあります。はい、じゃあリモコンでちょっとね設定を見てみましょう。でね、まず最初にランゲージを合わせないといけないので、この右下ね、ここの部分がね、ここランゲージを選びます。はい、そうするとね、下の方にね、ジャパニーちょっとこう、もうフォーカスがバカソニックがちょっとついていけないかもしれない。ここに日本語があります。はい、この日本語を選びます。はい、そうするとね、とりあえず日本語のメニューになりましたね。で Wi-Fi 接続、はい、で Bluetooth 接続ね、で画面の設定があります。はい、そして台形補正があります。で接続方法があります。カスタムズームがあります。これ 50% までちっちゃくなります。でシステムのアップグレード、工場出荷状態のリセット、でランゲージセレクトとなっています。で画像設定ね、はい、画像設定を見てみましょう。あ、これV10 とかV7 とかと同じだね、これね。うん。ね。うん。この映像がこれ流れるし、なんか見覚えあるもんね。今、画像モードがスタンダードになってます、これね。で、このスタンダードな部分はね、今、ビビッと。ね。はい、これがソフト。ね。で、ユーザーとなってます。明るさ、コントラスト、ね、フォーワード、シャープネス、あと色温度とかいろいろ変更することができます。まあ大体スタンダードでいいよね。標準でね。はい、これがスタンダードになっています。で、色温度。これが今スタンダード。ね。で、赤っぽい、青っぽい。ね。はい。で、ノイズリアクションが今ミディアムになってます。はい。で、こっちがロー。これがね、雲とか見てると結構わかると思う。今これロー。ミディアム。で、ハイ。わかる？肉眼だとね、あっていうぐらい変わるんだけど。あんま分かんないか、カメラだとね。はい、まあこんな感じです。まあ、Java は全部ここら辺メニューがもう統一してきてるからね、ランクごとにね、うん、はい。でこのカスタムズームはこれオンにすると 50% まで画面をね小さくすることができます。でこの時にこの連動するやつをオンにすると全部そのまんまよいしょ、全体的にこうちっちゃくなってきます。 50% までちっちゃくすることができます。はい、縦横をね一緒に大きく戻しました。でここをオフにすると、はい、今度マニュアルになります。水平は水平ね。はい、で次は垂直ね。はい、こういう感じですね。これがねズームになります。まあおじいはまあズーム使わないからね。はい、であと撮影方法はこれは点釣りにしたりとかね、反対側から投影したりとかするときにこれでね選ぶやつです。はい、まあ点釣りする方はここのところから設定変更してみてください。はい、で台形補正ね。はい、でこれ 4D の台形補正ね、 4D サイドっていうのがあります。で 4D 台形補正をねちょっと中に入っていくと、はい、1点ずつね、
一箇所ずつこうやって補正するのができます。はい、 50% までね。下にもこうしてぐーっとぐーっとね、こうやって一箇所ずつできます、これがね。でもうめんどくせえなと思ったら、これリセット押すとパンって戻してくれるから。でこのね、4デーサイド台形補正ってやつね、これはあのさっきと同じようなもんで、これ縦横ほら一箇所ずつね戻したりすることができます。はい、こうしてね、上下左右でほらこれ今下押してる、でこれが上に押してる、ね、これね 50% までいくんでね、物理的なバッタンバッタンだと15度までなんだけど、あの電子的なやつは50度まで対応してます、ね、はい、めんどくさいんでね、リセットボタンでリセットしたいと思います。はい、大体こんなもんだね。それじゃあね、実際に信号を見てみます。はい、ね、今プライムこれね、アマゾンのプライムを指しているので、これが2に入ってるのかな、 HDMI の2に入ってるので選びます。はい、こんな感じだね。でプライムのリモコンがここにあるのかな。はい、で画質をね、ちょっと今フォーカスをちょっとピシャッと合わせたいと思います。これが今ね揺れるんでねどれぐらいかな、これぐらいだね、これぐらいだね。でね、こうがね合ってるかどうかちょっとあんまよくわかんないけど、こんなもんじゃねえのかなと思うんだけどね、うん、はい、それじゃあなんとなくで合わせたところでちょっと見ていきたいと思います。はい、左上ぐらいね。で文字もね、まあ、ちゃんと見える方かな、まあまあ、ね、はい、これが最大ズームね。文字があの潰れて見にくいというのはないです。はい、細かいアマゾンミュージックっていうのもちゃんと見えるよね、うん、はい、まあ1万5000ルーメンね、まあこんなもんかなって感じはします。はい、ズームするとこんな感じで、まあピント具合はね、まあ悪くはないね。まあヤーバーの K1 見ちゃうと、あれが650アンシュルーメンすごく明るいんでね、もっとくっきりピシャッと見えるけど、うん、ね、ここちょっともう下の方、今暗くなっちゃったから、ちょっと待って、リモコンを押さないと暗くなっちゃうんだよこれ。あのなんていうの、サスペンドっていうのね。はい、明るさが戻りました。一定時間差ないと暗くなっちゃうんだよね。はい、まあフォーカス具合はこんな感じです。まあ悪くはないよね、うん、ラミちゃんの目もちゃんと見えるね。まあ悪くはない。はいね、まあそうだね、まあ無難に綺麗に見えるかなっていうタイプだね、うん。今ね、横開けちゃうとどんな感じか、ちょっとあれテープで貼っちゃったんでね。で声がどれぐらいなのかちょっと知りたいでしょうね、うん、ラビちゃんも結構ほら綺麗に映っております。うん、ね、
写りはね悪くないね。やっぱりあの1万円ぐらいで売ってるポケットと比べると全然綺麗ですね。で発色具合もどぎつくなくね。でかといって赤っぽすぎるとか黄色っぽすぎるとかそういうのはないよね、うん、で競馬みたいにあの鮮やかなっていうのはちょっと足りないけども、でもまあだいたいこれが標準ぐらいの明るさ発色具合かなという感じはしますね。じゃあちょっと YouTube にしてみます。今回はね、やっぱ競馬の型番の解説をしたいと思います。ピピオー。はい、そんなわけでね、今回はこれですね。今ボリュームは 100% ボリュームはね、100% これね、実は登場した時おじいがね、前解説した時はいわばエース K1 でした。ね、だっておじいもずっとね、いわばエース K1 で紹介していました。でそのエース K1 のね、オファーもらった時もエース K1 だよってね、つい最近までエース K1 だったんです。で、K1、エース K1 だとあのいわば K1、ウィメンス K1、型番同じだしね、あの昔からいわばは V シリーズ、V10 とか V7で、ウィベースはあの K7 とかね、K8 とかね、まあこうアルファベットで分かれてたけども、今回 K1 って同じだから紛らしいよねっていうね。しかもウィベースの K1 上がね、同じような形で上が絨毯みたいになってるやつね。まあ結構綺麗だね。すごい紛らしいよね、本当ね。なので、動きも滑らか、しませんかみたいなね、めっちゃ滑らか。あのアマゾンのページがいわば K1 で打てたんで、だエースに統一しないですかってね、お話をしました。また返事が来ました、ね、ギザギザギしてる感じもないし、動きが非常にソフトで滑らかです。商品名ね、統一してくださいっていうね、要望に対して、まあ、子供でも米国で最初に発売した時はエース K1 と名付けましたが、うん、フラッグシップ製品をシリーズ化する計画があることを考慮して最近の名前を K1 に変更し、まあこんな感じだね、K2 のリリースに備えました。じゃあちょっと次の検証に行くから、ちょっとこれストップするね。 K1 とエース K1、 はい、でこの状態でちょっと今ね電気をつけます。でちょっとね、今見えないかもしれないけど、はい、皆さんが知りたい検証をね、いきたいと思います。で、まず最初に、こっち側が、冷たいんで、こっち側じゃねえ、こっち側が出口なのかな。ね。あ、そうだね。はい、こっち側がものすごい出口で、音が一番うるさいとこです。もう結構ね、静か。あの、高感度マイクだと音拾うと思うんだけど、あのね、静かです。なんでかっていうと、あの、こっからね、熱がすごい出てるけど、ここが大きめにできているので、すごい中がクーリングしてると思うんだよね。でそのまんま出口からほらバーッと出てきてるので、その引っかからないからブーンって音もないんだよね。静音ファン使ってるんだろうねきっとね。すごい静か。うん、じゃあね、音を計測、ちょっと何もない状態だと何デシベルかね。喋らない状態だと44から45ぐらいのデシベルになりますね。喋ると70、80いっちゃうけど、はい、じゃあここから黙って計測いくよ。
今マイクがぶつかったからね。はい、でこれぐらい離れると、ね、結構静かなのと、あと通気口が大きいのでこっちからもファンの音は出てるのかな。ね。うん、まあ本当ね、音は比較的静かな方ではないかなと思います、ね。まあ、この音が気になる方はあの液晶テレビにした方がいいかなと思います。はい、じゃあ次に温度、天井24、ここら辺、ここね、まあ 23.1 ぐらいだね。さあここだね。まあ40度台真ん中までいかない前半ぐらいだね。うん、ね、うん、ちょっとあったかいなぐらいでね、暑いっていうのはないです。まあここが一番熱が、温風が出てるんであったかいね、そんな感じです。はい、じゃあ次はね、ちょっとあの就航スクリーンの方に移動したいと思います。移動するとこもちゃんとお見せしたいと思います。はい、今部屋の隅っこで置いてるけど、これ以上もうカメラが下がれないんで、あの就航スクリーンね、違いを見せたいです。でここまで下がらなきゃならないんでね、あのこれ今70インチぐらいなんで、ちょうどこっからこうとこうのとこ同じぐらいのとこでね、映さないとフェアではないので、よいしょ、それでこんなもんかな。はい、就航スクリーンは結構あの明るく跳ね返す、これね、はい、これが就航スクリーンです。まあ、ちょっとあのシワ伸ばしてないんで見た感じがちょっとあれかもしれないけど、でちょっとバッテリーがなくなりそう、よいしょ。はい、で今ピントが合ってないんで、ピントをね、でピントを合わせないところがあの今と同じぐらいの距離だったっていうことで、あの意味が分かる人だけ、これで今ピントが合うと今見てた大きさとほとんど同じということです。はい、まあ意味が分かる分かんない人多いでしょう。今見てたのとこれが同じサイズですね。いざ日本一奪還へ。ダメだね。東京ヤクルト。はい、そんなわけで一回ホームに戻ります。はい、まあ広告うるさいんでね、あの
はい、戻りました。それで、シワを伸ばしてない集光スクリーンは、まあ、白色で見るよりは、あの、なんていうのかな、あの、こうテカテカしてる、テカテカね、なんか反射板みたいにテカテカしてるんで、明るい昼間でも確かに、あの、跳ね返してちょっと綺麗に見えるかなっていう感じはします。まあ、反射板に映してるような感じです。ね、フォーカスが合ってないかな、ちょっと待ってね、フォーカスもうちょっとあれかな、フォーカス、こんなもん、こんなもん、もうほら、こっから見てちっちゃいんで、フォーカス合わせるのがね、すごい大変ですね。で、電気をお好みの感じでちょっと上からねつけてみるとこんな感じです、ね。まあ、そんなにねびっくりするほど就航するっていうわけではないような感じがするけど、うん、まあ何もないよりはあった方がいいかな。でも白い壁があるともっといいかなっていうね、そんな感じです。で、一応ねテカテカした方を使ってるんだけど、あの、ちょっと裏側にしてみようか、どう違うかね。映ってる？おじいが邪魔になってる。裏側。まあ、ちょっとこっち、ね、ちょっと明るいかなとは思うんだけど、今これ集光スクリーンの表ね、裏側にするよ。どう？はい。あれ逆かな？こっちの方がなんか、あれ？合ってるよね、合ってるよね、あ、なんかね、あの、肉眼で見てる分には、お、今こっちの表の方が明るいんだけど、あの、今カメラのモニター見るとこっちの方が明るく見えるんだよ。こっちが暗く見える。あれ、なんかバカソニックのカメラおかしい。肉眼ではこっちの方が明らかに明るいのに、あれ、ああ、こう、あの、角度か。いや、こっちで合ってるよな。あ、どっちに見ても変わんないな。あの、裏側は向きがある、あの、見えるのはね、正面から見ると結構あれなんだけど、こっち側はどの角度から見ても同じように見えるけど、こっち側はこれ正面から見るしてみようか。ああ、確かに、あ、見方によってはこっちの方が明るく見える。あ、正面から見るとこっちの方が明るいのかな。逆かんじゃこれ。この角度だとあんま変わんねえんだけど、ちょっとこうやって見ると、これ明かりをちょっとつけると変わるのかな。ちょっと勝手に
勝手に変わんないでくれる。ちょっとね、今電気をつけてみて、これつけすぎ、電気をつけるとまた違うかもしれない、この反射板でね。これで今思って、モニター上だとこっちの方が明るいね。で、ああ、だからこうやって見るとこれ、あのね、プロジェクターの光正面から見るとこっちの方が明るく見えるな。真正面から見ると明るい、ずれちゃうと暗い。こっち側は正面から見ても斜めから見ても同じぐらいの明るさで見える。こっち側の黒い方を使うと真正面から見た時はちょっとマックスに明るくなって見えるような感じがする。うん、明るい。なんか反射板に投影して見てるぐらい明るい。これはね、でもちょっと斜めになるとほんとど真正面から見ないと明るくならないから、100インチで見た場合、100インチの画面隅から隅を正面から見なきゃならないので、中心を見てると中心だけが多分明るいと思うんで、多分ねこっちの方が集光してると思うんだけど、こっちで使った方が全体的に見えるのかな。ちょっとこのスクリーンね、特殊だね、これね、これね、面白いスクリーンだな。ちょっとひっくり返してみようかな。ちょっとこれね、ひっくり返してみようか。あ、両面テープでやったら裏が剥がれちゃった。あの強力なやつでやったら、銀紙でスクラッチみたいに、あーこれ、うん、あ、めくれちゃった。反対側についちゃったから、ちょっとこれ無理だな。スクラッチみたいになって、は、取れちゃった。やっ、ほら、なくなっちゃった。見える？見えない？ほら、なくなっちゃった、スクラッチみたいに。まあ検証だからね。よいしょ、よいしょ。まああくまでも検証目安です。はい、こんな感じでちょっとこれ正面から見てみるよ。あ、全然この方がなんか明るいな、綺麗に見えるな。あ、全体に、あ、全然この方が全く綺麗に見える。これが正解だ。黒い方をこっちに向けるのか。これはね、明るくて綺麗に見える。うん。逆だったな、さっきの。これ綺麗だもん、すごく。明るい明るい。うん。めっちゃ明るい。明るい明るい。確かに集光スクリーンだ。明るい明るい、違いが分かったよ。おお、分かった分かった、集光スクリーンです。あ、綺麗だね。うん、あ、綺麗綺麗。これはね、黒いとか灰色の方を使うんだよ。テカテカしてるのは裏側なんだね、これね。あらー、おじ、逆に使っちゃったんだね、これね。うん。これでまたちょっとひっくり返してみる、ちょっと。うん。ね、やっぱり、こっちの方が明るいよね。うん。はい、そういうことです。プロジェクターオフにするとね、色が分かると思うけど、黒っぽい方をこっち側に向けて
使う、裏だと思った方を使うと明るいです。なるほどなるほどね、うん、まあスクリーンはね、うん、まあ、白い壁がない人は、まあ、使えばいいかなって感じだけど、ね、いや面白いね。ね、あのアイロンでシワ伸ばさないとね、ちょっと目立っちゃうけど、うん、悪くはない、明るい瞬光スクリーンです、ね、はい、じゃあね、ちょっと次の検証に行きたいと思います。いい？次の検証に行って、次の検証はUSB の検証になります。はい、それじゃあね、集光スクリーンのままね、これでいくよ。もうちょっと下映んねえかな、もうちょっと下変えらんない、もうちょっと下なんだけど、まあいいか、しょうがないな。はい、USB いきます。まずビデオね、MP4。 はい、ということでね、ここに一輪車を無事に巻きました。 1,2,3,4 箇所ぐらいでね、 4,5 粒ぐらいずつ巻きました。さあ、で今からあのジョロでね、お水をあげて仕上げます。まあ、スピーカーはね、でももうちょっと大きい声入れたら嬉しいけどね。はい、 MP4 は再生できることが分かりました。じゃあ音楽 MP3 です。ちゃんと再生できるね、大丈夫だね。はい、じゃあ次に画像いきます。画像、はい、デジカメの画像いきます。お、早い早い、切り替えが早い早い、サクサクいくね。はい、デジカメの画像 OK でした。ちょっとあれ見てみる、テストカラー見てみる。はい、ドット掛けはありませんね。で、常時点灯もありませんね。赤、緑、青、黄色、グリーンね。はい、全部テスト OK です。はい、で、あとオフィスって書いてあるから、ちょっとね、テキスト文見てみようかね。はい、ちょっと読み込むのがね、時間かかってるね。はい、OK です。ちゃんと日本語がね、表示しました。これはプロジェクターの表示テストですというのがね、知りました。だ、やっぱりね、ヤーバーとかウィミウスって、本当にもう日本向けにちゃんとやってるから、ここら辺の設定もちゃんとしてあるんだよ。ね。で、今までの経験のないところっていうのは、文字化けしたりするんだよ。ね。あの MP4 も再生できないとか。だ、やっぱりね、ヤーバーとかウィミウスは、もう間違いない。ここら辺はね、うん、はい、そんな感じです。はい、それじゃあ最後にね、ゲームをちょっと遊んでみたいと思います。これでね、ジャキジャキするとか引っかかるとか、そういう部分があればすぐに気がつくのでね。
のかな。はい、フォーカスをね合わせました。音はこれで 100% です。音もちょっと欲しいな。そんなわけでね、結構ね、滑らかに動くよ、滑らかに、うん、はい、綺麗に映ってるよ、滑らかにね、うんうん、まあ画面はね、四隅見るとちょっとバッタンバッタン特有ののはあるんだけども、でもなんかジャギジャギしたりとか、なんかギラギラしたりとか、そういう感じはしないね、うん、どっちかというと綺麗な方かなと思います。それじゃあ戻りたいと思います。はい、そんなわけでね、いかがだったでしょうか。さあ改めてお値段の方で、ね、行きましょう。 Amazon の方で、ね、いくよ、せーの、ドキュン。はい、今ねこんな感じになっております。 23,599 円、ね、16% オフになっております。でちょっとズームインするとね、こんな感じかな。で 23,599 円なんだけれども、今ね 16% オフでね、なんだけど、こう5000オフのクーポンがあります。実は昨日までは 23,599 円、ここは同じなんだけど、ここのクーポンが4500円オフだったんです。おじいスクショ撮って用意してたんだけど、で今見たらおじいクーポン有効になるから、あの改めて見てみたんだよね。そしたら500円多くなってた。うおーと思ってね、なので急いでさらに1000円安くな、ね、500円安くなったんで、でおじいクーポンも当初は1000円オフだったんだけど、もうちょっとね、上げてもらいました。すごいね、今お得になってます。はい、そんなわけで今ね、5000オフのクーポンをこれチェックしていただいて、これが4月の10日までです。これがね、5000オフがね、これが終わったらまたここ戻っちゃうかもしれないよ、これね、なくなっちゃうかもしれないし。はい、でここチェックしていくと18,599 円です。そうだね。でおじいクーポン 8% あって、このクーポンコードを適用していただくことによって、はい、合計で6,888円の割引になりますね。ということはおじいクーポンが1,888円なわけですね。当初ね、最初1000円オフのクーポンだったんだけど、おじいさんちょっとクーポンコードね、もうちょっと良くしますよ、つってね、888円もプラスになった。表クーポンもう500円、ね、さらに安くなってる。うひょー、嬉しいね、ほんとね。はい、そんなわけでお値段の方は、はい、16,711円で購入できますよ、ということになります。16,711円、ね、どう？ね、なるべくちょっとでも安いものが欲しい。ね、そういう気持ちは分かります、ね、このウィーミュースの、ね、ウィーミュースはこれヤーバーだね、これね、怒られちゃうね、まあ、同じだけどね、はい、ヤーバーのワイライン、プロワイラインだったら16,711円でもうこのグレードがゲットできるわけです、ね、はい、いかがでしょうか。1円でも安く欲しかった方、これチャンスだなと思います。よくじっくりと考えてね。でクーポンコードの期日もね、そんなに長くないので、
この動画の説明欄見ていただいて、期日でね、踏ん切りをつけてみてください。まあいわばあのプロジェクターがこのお値段で買えるっていうのはまあまあ今まであんまなかったからね、本当ね、お得ではないかなと思います。もうしっかりとね、あの悪いウイルスで、あと半導体がどうのこうのとか、少量高くなった、賃金高くなったんでね、全体的に消化減なんだか、このお値段で買えるっていうのは、ものすごいありがたい話だなと思います。はい、そんなわけで、今回は、ね、ででーっと、就航スクリーン付属の、いわばプロ Y9 を紹介させていただきました。さあ、あとは、このリンクを押していただいて、じっくりとご覧になってみてください。シャグムでご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。